一般に人手と呼ばれる生物群の中で日本で最も普通に見られる種の一つのためかつては単に人手と呼ばれた。やや平たい長三角形の腕を一般的に5本放射状に伸ばすが個体により4本や6本のものも存在する。体表にはイボ状のトゲが密生している。体色は白色から黄色。 農褐色食まで個体差が大きい。北、太平洋沿岸に広く分布する。近年は、船舶のバラスト水により同しオーストラリア沿岸にも増殖が認められ、漁業に被害を与えている。肉食であり、魚介類の死骸のほかアサリなどの貝類を捕食する。野鳥は、大型個体では20センチメートルを超える大型の、人手である。 体内にサポニングを含むため他の生物に捕食されにくい。元々の生息地は北、太平洋で日本、中国北部、朝鮮半島からロシアの沿岸、オーストラリア南部にも移入種として分布する。水温7摂氏10度を好むが0摂氏25度に耐えることができる。塩分濃度18.7から41パーミル、深度220メートル以前に生息する。 日本では北海道以南の旋海から海岸の岩礁からサデーテ底に広く生息する。有性生殖と分裂による無性生殖を行うことができる。オーストラリアでの有性生殖は6の10月で、メスは2000万個の卵を放出する。孵化した妖精は着底まで1 0 0日間のプランクトン生活を過ごす。およそ12ヶ月、直径10センチメートルで生成熟する。 本種の標準和名は文献によって人手、木人手、真人手などが使用されている場合がある。これは1980年代頃までは人手が本種の和名として使用されていたが人手綱の総称としてもしばしば人手が使用されて紛らわしいため発生学者などらにより木人手と呼ばれ始めさらに本種の退職は 蒸気の写真のように黄色とは限らないことから、真人手が提唱されたという複雑な経緯を持つためである。日本では他の人手類とともにホタテガイアサリなどの漁業資源を捕食する。北海道のアッケシアンでアサリ量が壊滅的な打撃を受けたのは木人手のせいだと考えられている。また、貝やカニを狙った加護量で人手が大量に混獲されるのも問題である。 一部地域で食用にするものの、有用度が低いため廃棄するしかなく、邪魔者として扱われている。1980年代に、オーストラリアのタスマニア島沿岸に定着した、キヒトでは、1990年代半ばまでに、各地で増殖した。生息場所のカニ、ウニ、ホヤ、他のヒトデを食べて在来種に大打撃を与え、さらに養殖の以外、カキ、 ホタテガイにも被害を与えた。ニュージーランド政府はオーストラリアからの寄人で侵入を警戒してバラスト水廃室に規制をかけている。世界の侵略的外来種ワースト100選定種の一つである。 abhttp コロンスラッシュスラッシュ www.issg.org スラッシュデータベーススラッシュスピーシーズスラッシュエコロジードットアスプ f r イコール 1, 1 c イコール8 2動物命名法解説」北海道立釧路水産試験場人手駆除指針2004年3月長谷川真由美馬場治木人手のの有効利用に関する 基礎的研究味噌の製造について、109ページ。メロディノーフ、海洋生物学61から62ページ。メロディノーフ、海洋生物学62ページ。メロディノーフ、海洋生物学63ページ。行天ご飯、人手料理、腕に抱えた、甘草の地味、読売新聞長官2018年5月6日読みホット、1から2面。人手サイラン。 受精操作の司法茶の水女子大学根本研究室人で抽出物の人口中級に対する生物活性ジャパニーズジャーナルオブアレルギーオロジーボリューム33ナンバーワン1あり余る人でから安全で新規なトリプシンを抽出鹿児島大学技術情報水産廃棄物から機能性化合物の構造を決定と合成研究財団法人北海道科学技術 総合振興センターフフィリップ V メロディノーフチョ海洋生物学地球を取り巻く豊かな海と生態系マルゼン出版2015年現著マリンバイオロジーエーベリーショートイントロダクティンオックスフォードユニバーシティプレス2013ありがとうございます